2月の4日午後2時過ぎですけども、気温がこの時計が合ってるかどうか分かんないですけど20度ぐらい、2月の4日ですよ。3日前に雪が降ってたのに、今日は同志の椿荘まで、やってきました。アサリ、ああ落ちてた。マジか、冬なのにあったかいからか虫が飛んでる。これ降りづらい。本当にアサリの貝が入ってる。貝が入ってますよ。味噌だけの振りはちょっと高級なのかな。スーパーで買ってきたロースカツ中デブは用の、すすけちゃったんで、まあ本当はねキャンプに来る前にちゃんとこれ手入れしとけばいいんでしょうけどね。あ、綺麗になったかな。大丈夫。よいしょ。フジカハイペットに給油するための5リッターポリタンですね。これをこれね、先端ノズル結構遅いんですよ。落ちるかな、落ちたかな。こんなもんかな。あ、結構入れすぎちゃった。これね、ピンね、あんまり入れちゃいけないんだよな。しばらく、オイルが浸るまで放置。
をパラッと。カット野菜。節約して肩ロースですね。 US プライムですけど、近所のスーパーで買ってきたので1枚で売ってくれる感じです。 380g ぐらいかな。Thank you.
暖かかったので、まあ、夜だから少し涼しくなりました。鉄板が熱いうちにおかけください。なんか何もないので寂しいんで、冷凍食品とほうれん草をちょっと温めてバターでソテーしたものです。
すぎだなこれ。ご飯食べ終えて一息ついたところで、なんかテントの中でお酒を飲むっていうのはとっても久しぶりな気がしますね。なんかいつも寝ちゃってるんで、今日は今日は、また。